鈴木拓郎君の作品をですね見たときに僕は非常に驚いたんですね。で一番最初に見た作品っていうのはリプラッツで、まあ、ダンスが見たいっていう、まあ、新人を対象としたシリーズをやっていて、まあ、今は D 倉庫という日暮里の絵でやってるんですけれども、そこで見た作品というのは、まあ、吉祥寺の、映像を背景に使いながら、その中で例えば体を叩くっていう行為とかいろんな要素が入っているんですね。で、物語性、ある種の物語性もあって、演劇的に見せる部分もある。で、最後はでも非常に混沌となってですね、まあ、ぐちゃぐちゃにしていって終わろうという、こう非常にエネルギーのあるものだったんです。で、これはどこから来るのかなと思ったら、まあ、もともとは演劇をやっているグループであったと。そこからだんだんこうダンスと演劇の領域をですね、こう超えて、まあ演劇であるかダンスであるか、まあ、最もそのダンスの中でも、タツテアターというマキナワウシュとかそういった人たちがですね作ってきた世界というのがあるわけですけれども、それはある種非常に独自のオリジナルの世界として作り上げてきた、まあ、作ってきた。でその後の作品も次々とですね見るたんびに、あこういうものを作るんだという、まあ、本当にオリジナリティのあるもの、初めて見るもの、まあ、僕らがその批評ということをやっていて何が面白いかというと、やっぱり見たことのない舞台を見る、見たことのないものを見るっていうところがかなりあると思うんですね。まあ、他の人がやったようなことでも、あこれは見たことがないな、こういう驚きで、これがまあ鈴木くんの舞台には必ずあるんですね。で、まあ、ここのところ次々と賞を取って注目されている、まあ、ある種の、まあ、天才と言っていいと僕は思っています。でまた彼自身の踊りというのもですね、ある種こう独特の動きがあって、軟体動物のようでもありながらメリハリがアクセントがついているという踊り、これはまあどっから来ているのかよくわからないんですけれども、そういう踊りを自分の彼自身のソロでも非常にはっきりと見せます。なおかつ、まあ、コンテンポラリーダンスの中で一番有名と言われているコンドルズというグループに今は入って、そこのツアーにも参加している。そして、フィリップ・ドゥクフレという人がですね、まあ、来日した時にはそこの舞台にも登場しているという、もうある種の、才人です。で、なおかつ非常にフランクな普通の青年というキャラクターも持っています。でコンテンポラリーダンスというのがですね、まあ、80年代後半から出てきて90年代2000年ぐらいまでですね一世を風靡したところがあって、今ちょっとこうおとなしくなりつつあると思うんですが、そこの中で何人かこれはという人がいるんですが、それの最も優れた、ダンサー振付家演出家であろうと思っています。あちこちの劇団からも振付の依頼があって、若いのに次々と仕事をこなしている、まあ、走り続けている鈴木君に今回は新人賞ということで賞を差し上げることになりました。おめでとうございます。鈴木拓郎殿、最愛シェイクスピアレシピなどの振付演出出演によりダンスと舞台芸術の新しい世界を切り開いた成果に対して新人賞を送ります。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。こんにちは。とても嬉しく思います。すみません、まず遅れてごめんなさい。というのもですね、ちょっと広島に自分のカンパニーでツアーに行っておりまして、ご存知の通り広島でちょっと空港で事故がありまして。昨日帰ってきてしっかりとビシッとスーツで決めてくるはずだったんですが、今日朝一でちょっと新幹線で急いで来たので、ちょっと私服のままで、ごめんなさい、こんなフランクな方、普通の青年と言われてもよかったです。こんな形でいつもやっているんですけれども、はい、たまたまちょっとジャケットを着ていてよかったです。はい、志賀さんには僕が、本当にダンスを始めた頃、本当に先ほど、案内のあったトレインという作品から、見ていただいておりまして、本当にずっとそれから、見ていただいててすごくありがたく思っております。そしてこのような賞をいただけて、そうですね、コンドルズ、あとチャイロイプリン、自分のカンパニーのメンバースタッフに、本当に感謝の気持ちを、ここの場を借りまして述べたいと思います。
僕は演劇が出身なんですけれども、やはりピナバウシさんの、ダンサーであるジャン・サスポータスさんという方のワークショップを経て、近藤良平という、一人の面白い男性と出会い、ダンスと演劇っていうものはもっと、密接に関わってもっと飛び抜けたものが、生まれてくるものじゃないかなというふうに僕も、いろいろ、思いながら勘違いをしながら、ここまで、これやってきました。で、僕はバレエなどをちょっとやったことがないということで、舞踊批評家協会というかその舞踊の賞をいただいていいのかとすごい自問自答しておるんですけれども、自分自身は、すごい体を動かすことをすごい研究して、頑張って動いていますので、動ける限り、ダンスをやっていこうと思っております。演劇とダンスをつなげる上での振り付けを頑張って、演劇の面からも、ダンスの面からもお客さんが楽しんでどんどん、お客さんが増えていくといいなと今はまっすぐに思っております。もうあまり話すことはないので、ありがとうございます。またずっと頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。